岩渕智さん日本共産党の岩渕智です、えっと、参考人の皆さん本日は本当にありがとうございます えと先ほどあの報告があ,のありましたけれども日本の子どもの貧困率が13.9%で7人にあの1人の子どもたちがまあ貧困ラインを下回っていますでとりわけ深刻なのがまあ一人親世帯で貧困率が50.8%主要国では最悪の水準となっているというふうに先ほどお話がありましたで憲法25条で すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること。 国は社会保障、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進に努めなければならないというふうに謳っていますで。国と社会の責任で子どもたち一人一人を大切にして未来に希望を持って生きることができる社会の仕組みをあの作ることは今、世界の流れになっています。でこのの憲法の立場に至って、 すべ、まあ、ての子どもたちが健康で文化的な生活を送ることができるように政治が責任を果たすことそして社会的連帯を大きく広げることのできる社会を作ることが必要だというふうに考えていますそこで、えっと、参考人の皆さんにお聞きをするんですけれどもあの初めに小川参考人にお聞きをあのいたしますえ先ほど、 あの子どもの貧困対策法を作ってほしいということであの足長育英会の学生さんたちから声があって、まあ、それが原点になったというお話がありましたでこうした声があの、まあ、そして運動が、まあ、全国に広がる中で対策法が、まあ、成立をして 施行からまもなく5年を迎えるということで、あの今日見直しについてもね、あの提案をいただいたんですけれども、あの子どもの貧困対策で、ま、国が果たすべき役割について、どのようにお考えか、あのお聞かせください。小川参考人。はい、ありがとうございます。あのー まあ大きく言うと二つあるかなと、一つは、そのまずこの貧困対策っていうのを、ですねじゃあ貧困ってどこで線を引くのかっていうのは非常に難しいなんですね、日本の制度って、例えば生活保護にしても何でもそうですけど、その中にいる人と、その外にいる人がもう崖のようになってしまっているという部分があります、まあ、そういう意味では、あのユニバーサルな制度、子ども全体に対する普遍的な制度をいかに充実させていくかっていうのは漏れない。 えー、どこかで線を引くということはないということなので、やっぱりこれはまず、基本としては、ですね子ども全体への,その施策をいかに充実させていくかというのも、あの一方でとても重要な視点だというふうに思いますで、よりそれで困っている人によりきめ細かくどういう支援が必要か。 というところだなと。で、先ほども申しましたように、婚に対する支援というのは民間側でできる部分が多いと思うんですけど、やはり経済的な問題を支えていくとか、就労の問題、生活の問題、まあ、ここにあの書いてありますようにあの、特に教育的な分野については、かなりあの踏み込んでいただいている部分があるんですが、法律そのもの、その他の3分野については、まだまだ不十分なところがありますので、この3分野をどうやって 底上げしていくかというようなことが、まあ、法律も対抗も、あの、今後の充実に期待したいというふうに思っています。岩渕智さん、はい。ありがとうございます。あの、次に赤石参考人に、あの、お伺いをいたします。 あの日本のひとり親世帯の貧困が、まあ、主要国の中でも最も高い水準になっているというふうなお話でしたで母子世帯の場合は就労率は8割ということで非常に高いんだけれども就労の収入がまあ低い状態になっていてその収入が低いのは非正規で働いている方たちがあの多いからだというようなお話がありましたそこであの特にあのシングルマザーの皆さんの働く環境について て改めてということにあのなるかもしれないんですけれども、どんなことが課題になっているのか、そしてえっとどのような対策が国に求められているというふうにお考えかをお聞かせください。赤石参考人、はい、ありがとうございます。まあシングルマザーの就労支援で何が必要かということですね。で、えー、まず先ほど申し上げたようにお仕事をしたい。 でもあの残業があったりする正規の仕事に就くと、えー、子どもを見てくれる人がいないなので断念するこういう方はもう必ずたくさんいらっしゃいますですので今、えー、国もひとり親の、えー、日常生活支援事業という、まあ、家庭生活支援員を派遣する制度というのを設けているんですが 実態はなかなかですね、例えば、ちょっと数年前になるんですが、えー、この実施件数が10件以下の都道府県が15都道府県、これは交付放送が情報開示した資料なんですけれどもあの非常に少ないという状況でございました。 東京都内はですひとり親ホームヘルプサービスという名前を変えてもう少し充実した制度を作っているんですけれどもこれが充実していくことで仕事を支えていくまたこの支えていく方たちは地域の方ですのでそこでの関係ができていくそうということがあるかと思いますですのでこの,、えーえーまあ、あの日常生活支援事業に、えー、をファミリーサポート事業 これも地域にありますがこれと一緒にあのどちらかを選択できるような形で充実していくというのは大変良いかと思いますまたあの、職業能力開発の分野でもその方に合った職業相談をしながら職業能力開発をするということがとても必要だと思いまして私もキャリアコンサルタントの資格を取りましたけれどもあのまだまだその分野もあの必要なことがあるかと思っております。 矢部智さん、はい、ありがとうございました。あの次に栗林参考人にあのお聞きします。あの先ほどお話があったように、まあ子ども食堂の取り組みが全国にあの広がっています。それで先日あの新聞で。 あの豊島子どもわくわくネットワークが、まあ、地域再生対象の準対象を受賞されたっていうようなあの記事を見たんですけれども、一つは子ども食堂が地域で果たしている役割についてあのお聞きをしたいのと、子どもの貧困に関わって、まあ、国や自治体が果たすべき役割について、どのようにお考えかお聞かせください栗林参考人はい。 えー、地域ではですねそういう子どもたちをほっといちゃいけないという中で、あのーまあ、寄付でつながったりですねあらゆる人たちが、えー、そういう子どもに何か自分も役に立ちたいということで、えー、まさに町づくりになっているというのを実感しています。えーとまあまあ、自治体とととか国に求めるといううころははそうですね、あのー、やはり えーまあ、子どもは親が育てるべきっていうその意識がですねやはりもう今、これだけこう地域が分断されたりですね核家族が多い中、えー、子どもは地域で育てようっていうようなちょっと前向きなあの意識改革があるとですねあの まあ私もなんか関わりたいんだけれども、そんなことするとおせっかいって思われてしまうみたいな、ちょっとあの、一人だとなかなかそういうところに、まあファ,ミファミリーサポートをやってみようとかいうことも含めて、何かできるメニューをたくさん用意して、えー、ぜひ地域で支えようというような、もうちょっとその空気感があると、あのー、各地域での、その、 セーフティーネットのが、えー、で、きていいくのかなと思いますで、まあ、そこはですね、あのーまあまあ、そういうことが増えていく中で、自治体ごとに、まあ、給食費、えーまあ、子どもがお金あるなし、かかわらず、さっき小川さんからもありましたけれども、えー、みんなが給食をおいしくいただけるような、そういうメニューとか、政策につながっていくといいのかなと思っています。 ありがとうございますあの最後にあの時間がないのであの簡潔に教えていただければと思うんですけどあの小川参考人にお聞きしたいんですけどあの今日午前中、女性団体の方があの部屋に来られて、まあ、その子どもの貧困が広がっている中で、まあ、重すぎる教育費の負担に、まあ、家庭から悲鳴が上がっているということで教育予算を増額して教育費の無償化を求めたいということであの要望をいただいたんです。それでで日本でも、まあ、給付型奨学金制 制度始まったんですけれども、まあ、本来求められる奨学金制度っていうものが、どういうものだというふうにお考えか、お聞かせください。 えー、そうですね。あの、やはり、望めばですね、やっぱり誰でも、その、まあ、大学だとか専門学校に行けるような制度というものを、まあ、しっかりと、あの、作ることも大切、作ることが大切だと思いますが、ただこれ教育だけではなくて、中にはやっぱり高校卒業して働きたいっていう人が、じゃあそこの支援が全くないっていうのも、これも、あの、不十分なところだと思います。あるいは今、実際に若い人たち、今、実は奨学金で多額の借金を、 抱えながら、その利子を払いながらという方もたくさんいるっていう現状もありますね、ですからその辺も、いかにこの子だけに光が当たって、この人たちには光が当たらないというようなものを、どうやってこう制度設計していくかということが求められているんだというふうに思います岩渕ん以上です、ありがとうございました。